1900年当時の路線図ノーザン・パシフィック鉄道は、かつてアメリカ合衆国北部に存在した一級鉄道である。営業範囲は、アイダホ州、ミネソタ州、モンタナ州、ノースダコタ州、オレゴン州、ワシントン州、ウィスコンシン州に及ぶ。カナダのマニトバ州、ウィニペグやブリティッシュコロンビア州南東部にも路線を伸ばしていた。本社はミネソタ州ブレーナード、後セントポール。他社との合併により、1970年にはバーリントン・ノーザン鉄道、1996年には BNSF 鉄道となり、現在に至っている。NP はアメリカ北部を横断する最初の大陸横断鉄道として、1864年7月2日に建設許可が下りた。内容は未開拓地4700万エーカーを鉄道用地として提供するというものであった。同年12月7日、ジョシア・パーラムが初代社長に就任した。続く6年間、後援者たちは資金調達に難渋した。1866年1月5日に、ジョン・グレゴリー・スミスが2代目社長となり、1870年2月15日にミネソタ州ダルースの西方25マイルにあるトンプソンジャンクションでようやく起工した。1870年の夏、南北戦争の支援者であったジェイ・クックが NP に興味を抱き、またダルースに愛着を持っていたこともあって NP に出資し、そのことによりようやく会社としての勢いがついた。1870年を通じて NP はミネソタから西へと路線を伸ばし、当時のダコタ準州に到達した。また、コロンビア川川口に近い当時のワシントン準州、カラマ付近からピュージェット湾へと北上するルートも建設を開始した。4つの小さな建設機械が導入され、ミネトンカ、イタスカ、オッターテール、セントクラウドで使用された。それらは、希望本経由からままで船舶で輸送された。ミネソタ州では、レイクスペリオル&ミシシッピ鉄道がセントポールからスペリオル湖岸のダルースまでの155マイルの路線の建設を1870年に終了していた。この路線は NP にリースされ、やがて NP に買い取られた。1871年、NP はミネソタとノースダコタ州境のムーアヘッドまでの230マイルの路線を竣工し、東端部分の敷設を完了した。路線の西端は、カラマの北25マイル地点に到達していた。ウィンフィールド、スコット・ハンコック将軍が守るノースダコタ州における測量も完了していた。本社と工場は、ミネソタ州ブレーナードに置かれた。1872年、現ノースダコタ州を横切る164マイルの本線とワシントン州に45マイルの路線を建設した。11月1日、ジョージ・ワシントン・キャス将軍が第3代社長に就任した。キャスはペンシルバニア鉄道の副社長だった人物で NP にとって最も困難な時期を経験することになる。同年 NP はヨーロッパに事務所を設け、ネイティブアメリカンの土地であったノースダコタ地域への入植者を募った。その土地で測量や建設に従事する者たちは時には現地で攻撃を受けたことからユリシーズ・グラント大統領に軍による警護を要請した。1874年には現サウスダコタ州ブラックヒルズでゴールドラッシュが起き、それも原因として先住民と連邦政府とが対立を深めていった。1873年6月4日、東から建設されてきたレールがミズーリ川に到達した。7月14日には、ワシントン州タコマが西のターミナルと定められた。過去3年、J. クックは多大な資金を NP 建設に投資していた。他の多くの大陸横断鉄道と同様、無人の荒野に路線を敷設することは、莫大な資金が必要であった。様々な事情により、クックの投資会社は9月18日に閉鎖された。直後、1873年恐慌がアメリカを襲い、以後数年間、アメリカは景気後退の局面に入った。NP は、その年の破産は免れた。それは、キャスにより、緊縮財政が取られていたからであった。同年末までに取締役のジョン・C・エインスワースによる土壇場の借金により NP はカラマからタコマまでの110マイルの路線を完成することができた。12月16日、蒸気機関車が引く初めての列車がタコマに入った。しかしながら、翌1874年、NP は瀕死の状態になった。1875年6月30日、NP は1回目の倒産に至る。キャスは管財人となるために社長を辞し、代わりにチャールズ・バーストーライトが第4代社長に就いた。フレデリック・ビリングスは会社再建策を策定した。同年、ジョージ・カスターはダコタテリトリー内のフォートライスを任され、鉄道の調査、測量作業員や建設作業員を保護した。1877年、路線建設は縮小された。NP はタコマから南東方向、ワシントン州、ピューヤラップとウィルケソンの炭鉱に向けた支線を延長した。石炭はタコマからサンフランシスコへと積み出され、セントラルパシフィック鉄道の蒸気機関車の燃料として使用された。この小規模な路線建設は、しかし、1874年から1880年の間で最も大きな建設事業であった。同時期、NP はサウスタコマに大きな工場を開設した。長年にわたり、ブレーナードとサウスタコマの工場は重修理と鉄道に関する様々なものを制作した。1879年5月24日、バーモント州の弁護士、フレデリック・ビリングスが社長に就任した。ビリングスの在任期間は短かったが、激しいものであった。企業としての再編成、債権売却、アメリカ経済の進歩等により、NP は、ミズーリ川の西側に100マイルの線路を敷き、あとは、ミズーリ川を渡るだけとなった。NP が得た、新たな強さは、あるものには脅威とも映るものであった。ヘンリー・ビラードは、洗礼名をフェルディナンド・ハインリッヒ・ギュスターブ・ヒルガードと言い、1835年にドイツのバイエルン州で生まれた。1853年に18歳でイリノイ州に入植し、高等教育を受けていたため、ジャーナリスト兼編集者となった。彼は1871年に故郷のドイツに帰り、そこで欧州におけるアメリカの鉄道への投機事業に出会う。彼は1873年の恐慌後にアメリカに戻った時、そうした事業の代表者となる。1880年までの数年間、ビラードはオレゴン州の輸送機関の経営に介入する。ビラードの介入により、これらの路線はヨーロッパ人による持ち株会社、オレゴン&トランスコンチネンタルカンパニーとなった。同社が所有した路線のうち、最も重要だったものは、オレゴンレールウェイ&ナビゲーションカンパニーである。オレゴン州ポートランドからコロンビア川南岸を東に向かい、スネーク川との合流点付近のワルーラで、ユニオンパシフィック鉄道のオレゴン支線に接続する路線を運営していた鉄道である。彼が戻っていた10年間のうちに、ビラードは太平洋岸北西部における運輸業界のトップとなった。その唯一の競争相手は、勢力を拡大しつつある NP であった。NP の路線網の完成は、同地方、とりわけポートランドにおけるビラードの資産や権益を脅かした。NP によって、ピュージェット湾の港町であるタコマやシアトルがアメリカ東部と鉄道で結ばれてしまえば、ポートランドは都市としての重要性が下がってしまうためである。数年間にわたり、オレゴン州の河川交通と、鉄道輸送を独占していたビラードは、彼のヨーロッパのコネクションと、カンザスパシフィック鉄道の経営権争奪において、J.グールドを打ち負かしたという評判を利用し、800万ドルをかき集めた。ビラードに資金提供した者たちには、その資金が何に使用されるのかは明かされなかった。ビラードは、このブラインドプールという方法で資金を集め、その資金を、NP の経営権奪取のために使用した。こうした激しい攻防の末、ビラードはビリングスと彼の後援者たちを打ち負かし、ビリングスは6月9日に社長を辞した。アシュアベル・ H ・バーニーが6月19日から9月15日までの間、暫定的な管理者となり、最終的にはビラードが社長となった。1882年、360マイルの幹線と368マイルの支線が完成。路線延長は、それぞれ合計1347マイルと731マイルとなった。同年10月10日、ミネソタ州アデナからファーガス・フォールズまでの路線が開通。10月21日には、ミズーリ川に100万ドルをかけた橋が架けられた。従前、フェリーによる渡過を余儀なくされていた部分で、冬季に川面が氷結した際のみ、鉄道がその上を走行していたところが、通年通行可能になったのである。1881年、南北戦争の将軍にして、ペンシルバニア鉄道のハーマン・ハウプトが、ノーザン・パシフィック相互扶助会を設立した。ウップバは、健康保険維持機構の先駆者として4つの病院を設置。その1は、ミネソタ州セントポール、モンタナ州、グレンダイブ、同ミズーラ、ワシントン州タコマであり、非雇用者、退職者、その家族を対象としたものであった。こうした動きのクライマックスは、1883年であった。1月15日、一番列車が、ボーズマン峠の登録、モンタナ州リビングストンに到達。リビングストンは、ブレーナードとサウスタコマのように、鉄道関連の修繕工場として発展してきた町であるとともに NP のシステムにおいて東西の分界点であった。ビラードは1883年に NP が完成するようにハードに進めていた。ビラードが社長の時代、平均すると日に 1.5 マイルずつ路線の建設が進められ、9月に入ると完成に近づいた。その祝賀のためにビラードは東部からモンタナ州中心部のゴールドクリークに向けて4本の列車を走らせた。その招待客の中にはフレデリック・ビリングス、ユリシーズ・グラント、ビラードの岳父にして奴隷制度廃止運動家であるウィリアム・ロイド・ガリソンといった名前があった。9月8日、ゴールドクリークにてゴールデンスパイクが打ち込まれた。しかしながら J・クックのような莫大な資金を投入した。路線建設がビラードを消耗した。ウォール街の弱含みの値動きが路線完成後すぐに株式を直撃した。NP の長大な路線はビジネスにならないことが判明したのである。ビラード自身、完成後数日のうちに神経を消耗したと言われている。ビラードは NP の社長を辞し、1884年1月には療養のためにドイツに戻った。そして、NP の経営は、再び鉄道のプロの手に戻った。シカゴバーリントン&クインシー鉄道の社長であった、ロバート・ハリスが NP の社長となった。ビラード派がカムバックするまでの4年間、ハリスは財産の価値を向上させ、オーンクとのもつれた関係を整理した。ワシントン州タコマにある、かつての NP の本社ビル1880年代中盤を通じて、NP はコロンビア川沿いの遠回りのルートよりもカスケード山脈を越えてピュージェット湾に直結することの検討を続けていた。1870年代から断続的になされていたカスケード山脈の調査が改めて開始された。ベテランの土木技術者であるバージル・ボーグがカスケードの再調査のために送り込まれ、1881年3月19日にスタンピード峠のルートを発見した。1884年、ビラード体制となった後、東はワルーラから、西はウィルケソンからスタンピード峠に向けて建設が開始された。同年末までに、東はワシントン州、ヤキマまで到達した。1886年には、残る区間は77マイルとなった。同1886年1月、ネルソン・ベネットは、スタンピード峠直下に9850フィートのトンネルを掘る契約を締結した。その契約では、工事期間が短く設定され、もし超過した場合は、大きなペナルティが課されることとなっていた。作業員がトンネル内で作業をしている間、峠越えのスイッチバックが建設された。膨大な数のティンバートレッスルや 6% に近い勾配のために、当時世界最大の蒸気機関車であった M クラスの10連でさえ、牽引できる客車の数はわずか5両であった。1888年5月3日、トンネルは貫通。同27日、処女列車が峠を越えて、ピュージェット湾に下っていった。こうした成功にもかかわらず、他の多くのアメリカの鉄道と同じく、NP はかろうじて生き延びている状態であった。1887年から1893年まで、ビラードは取締役に復帰していた。社長就任を要請されていたが、彼は拒否し、ビラードのカンザスパシフィック鉄道時代の同僚である、トーマス・フレッチャー・オークスが1888年9月20日に社長となった。ビラード体制下で NP は支線の拡大に力を注いだ。加えて、ジェームズ・ジェローム・ヒル率いるグレート・ノーザン鉄道との最初の競合関係に入った。GN は NP がかつてそうだったように、双子都市ことミネソタ州、ミネアポリス・セントポール都市圏からピュージェット湾を目指して前進した鉄道で、1893年には完成予定であった。この GN との競争のために、NP は採算に乗るかどうかを問わず、勢力拡大のためだけに支線を建設したものもある。そうした経営判断ミス、少ない輸送量、そして1893年恐慌が NP、そしてビラードの財産の終焉の予兆を奏でていた。1893年10月20日、NP は2度目の倒産をする。オークスは管財人となり、ニューヨーク証券取引所の社長であった、ブライトン・C・イブスが社長に就任した。続く3年間、ビラード・オークス派とイブス派は、NP の経営について反目し続けた。別々の3つの裁判所が倒産した、NP の管轄権に名乗りを上げるまで、オークスは強制的に管財人とされていた。エドワード・ディーン・アダムスが次期社長に任命された1896年、危機は頂点に達し、わずか2ヶ月足らずで、社長はエドウィン・ウィンターに交代した。結局、NP の混乱した経営体制は、ジョン・ピアポント・モルガンが引き継いだ。モルガンの再建手法は、モルガニゼーションと呼ばれた。1893年恐慌では、多数の鉄道がその道を通ったその手法は、NP においては、モルガンの副官であるチャールズ・ヘンリー・コスターの手に、委ねられた。新たな社長として、チャールズ・サンガー・メレンが1897年9月1日に就任した。1896年に NP が紛糾している間に GN のジェームズ・ヒルは NP の株を買い集めたが、続く4年間、NP のコスターとメレンは NP の堅固な独立を維持し続けた。コスターは過労のために死期を早めたこと、1903年にメレンがモルガン傘下のニューヨークニューヘイブン&ハートフォード鉄道の社長に転任になったことから、NP においてはヒルの影響が強くなっていった。そしてヒルは NP と GN の路線網を一元的に管理することに成功した。1880年代後半、ビラード体制下において、また別の高コストの経営ミスがあった。それは NP をミネアポリス・セントポール都市圏から鉄道の要衝であるイリノイ州シカゴに延長することであった。その高コストのプロジェクトは、まだ NP が到達していない地域でのユニオンステーションやターミナル施設の創設から始まった。シカゴをダイレクトに目指す路線を建設するよりも、シカゴバーリントン&クインシー鉄道がそうしたように、おそらくミシシッピ川に沿ってシカゴを目指そうとして、そのために、ビラードは、ウィスコンシンセントラル鉄道をリースした。ウィスコンシンセントラル鉄道の後援者たちは長期間に、渡りビラードとも親しかった。この高額なリース契約は、NP の2度目の倒産により、一方的に破棄された。結局、NP は、シカゴと直結することなく、残された。前述の通り、シカゴは、他の大規模な鉄道会社との重要な、結節点であった。幸運にも NP は孤立したわけではなかった。1893年にミネアポリス・セントポール都市圏とピュージェット海峡とを結んでいたヒル率いる GN もまたシカゴに直結することができなかった。ヒルはミネアポリス・セントポール都市圏とシカゴとを結ぶ既存のルートを探した。同時期 NPGN と競合するユニオン・パシフィック鉄道の社長であるエドワード・ヘンリー・ハリマンもアップとシカゴとを結ぶルートを探していた。両社が目をつけたのが CB&Q であった。最初に CB&Q にアプローチしたのは NP であった。それを知ったアップは、もし NP がシカゴと直結すれば、アップよりも短距離でピュージェット湾とシカゴを結ぶことになるという脅威を感じ、CB&Q の買収に関与させてもらうよう要請した。しかし、NP 側に断られてしまう。このことから、ハリマンによる NP 買収工作が始まる。アップのハリマンは CB&Q のトップである短気なチャールズ・エリオット・パーキンスと面会した。CB&Q の経営権はパーキンスによれば1株$200でハリマンが支払う予定だった金額よりはるかに高額であった。しかし NP のヒルはその額に同意し CB&Q は 48.5% ずつGN と NP に分割された。NP と GN は提携しているため、ヒル陣営にとって特に問題はない。これに対して、ハリマンは、親会社である NP ごと CB&Q の経営権を得るという、画策を開始した。その策略は、モルガンと敵対していた、投資銀行であるクーンローブ紹介と、その頭取にしてかつて、モルガンの強い影響下にあった、銀行家、ジェイコブ・シフともに進められた。ハリマンは密かに株を買い進めたため、4月から株価は急騰し、NP の重役までもが株を放出した。1901年5月、NP 株がさらに急騰。これが1901年恐慌につながってゆく。5月4日の土曜日、ハリマンは NP 株の過半数に、あと4000株というところまで NP 株を買い進めており、残る4000株を何としてでも買い進めるように、クーンローブ商会に命じたが、責任者にして、ユダヤ教徒であるシフが寺院の礼拝に出席中であったために注文が実行されずにいた。同日、NP のヒルがこの動きを察知し、イタリアにバケーションに出かけていたモルガンに対処を尋ねると、価格を問わず発行済み普通株の 50% である37万5000株が、確保できるよう15万株を買うようにと回答した。ハリマンは優先株をコントロールすることができたが、ヒルは会社の内規で普通株の株主たちが優先株の発行を拒否することができることを知っていた。このハリマンとヒルの複雑な株の売り買いが株式市場に混乱を引き起こした。土曜、月曜、火曜で NP の株価は$70も上がり、水曜日の5月7日は大幅な売買の出来高を伴い終値は$143。この大相場は多くの投機筋を刺激し、近い将来の株価下落を見越しての証券会社や金融会社から株を借りての空売りを呼び込んでいた。株価の下落後に株を買い戻せば、その差額が利益となるためである。しかし、NP 株は高騰し続けた。それもそのはずでヒルは5月6日の火曜日には、調達予定の15万株を市場から買い付けており、一方で、ハリマンの方もすでに普通株の 49.3% を現物保有していたため、残りは4000株ほどしか存在しておらず、火曜日までヒルが買い入れた15万株さえ、受け渡し決済されるかどうか怪しい状態だったので、ある。市場は、ハリマンとヒルが NP 普通株をめぐって、このような買収合戦を行っているとは知らなかったため、大量に空売りが行われてしまっていた。空売りをしてしまった投資家は清算するために、市場でより高値で決済せざるを得ず、そのための現物株の売り手はもはや存在しなかった。新たに NP 株を売ってくれるのは、新たな空売りの売り手だけである。株を借りて空売りをした投機家は、その損失を清算せねばならず、その代金を調達するために他社の株の売却を始めた。木曜日の5月8日には、とうとう NP 株は$1000を超えた。ノーザン・パシフィックの時価総額は普通株だけで$7億5,000万、さらにこれと同額の優先株が存在しており、これは当時のアメリカの国家予算$5億8,000万に匹敵ないしは3倍する額であり、また日本の国家予算約$1億2,000万の6ないし12倍というとてつもない額となった。この生産のためにニューヨーク証券取引所は開設以来の最大の暴落に見舞われた。それにつられて NP 株がついに下落した。結果としてこの混乱は溶け合いによる強制決済となり、モルガンのパートナーであるジョージ・パーキンズともう一方の当事者であるシフト・ハリマンとが共に動き、空売り側が1株$150で買い戻すことを許可することで収束に向かった。これを1901年恐慌という。また、これらの一連の動きを指して、ノーザン・パシフィックコーナーという。結果として、ヒルとモルガン側が勝利を収めはしたが、ニューヨーク市場の株価大暴落により一時的にでは、あれ、大打撃を受けることになった。翌年、NP、GN、CB&Q の持ち株会社ノーザンセキュリティーズ、カンパニーを設立した。ここではもはや、モルガンとクーンローブは対決することはなく、ハリマンやロックフェラーも参加した。しかし、1904年、反トラスト法の一つ、シャーマン法に抵触するという理由で解体された。1903年、ヒルはモルガン紹介の下に入った。10月23日、CB&Q のハワード・エリオットが NP の社長となった。ハワードは前述した短気なチャールズ・エリオット・パーキンスの親戚で、また CB&Q の支援者、ジョン・マレー・フォーブスの縁戚でもあった。ハワードは中西部の鉄道現場で20年を過ごしてきた。そこはリベート、カルテルが横行し、規模の拡大、金利戦争などにおいて破滅的な競争状態にあった。同じ目的地にいくつかの鉄道が向かうことの結果を見てきたハワードは、ヒルの同業者の共同体という哲学に同調した。その哲学とは、鉄道会社は緩やかな提携と結託を持ち、同一ルートの建設や金利競争を避けることにより、財政の弱体化、ひいては破産、再建となるのを避けなければならないというものであった。エリオットは、ヒルの支配下にある GN、ハリマンの支配下にあるアップと協調関係に努めた。1907年から1909年の間、最後の北部の大陸横断鉄道、シカゴ・ミルウォーキー・セントポール&パシフィック鉄道とも同様であった。20世紀、NP は記録的な進歩を遂げた。GN と共に CB&Q の経営を握ったことで、輸送上重要な地点である中西部の中心地、シカゴ、テキサス州にアクセスできるようになった。1905年には GN と共にコロンビア川北岸を通るスポケーン、ポートランド&シアトル鉄道を建設し、ワシントン州東部や南部へと通じた。NP の設備は継続的に更新され、重要地点では複線化もなされた。自動閉塞信号も幹線の全線で整備された。これは、後の列車集中制御装置、マイクロ波による無線通信につながった。NP は蒸気機関車に4から8から4の車軸配置を初めて採用し、以後、この車軸配置をノーザン型というようになった。同様に2から8から8から4のイエローストーン型も NP が初めて採用したものである。また、最初にディーゼル機関車を使用した鉄道会社の一つであり、1944年には GM エンドの FT 型が使用された。NP の優等列車としては、ノースコーストリミテッドが70年間で1名の死亡事故のみという安全性及び質の高さで知られている。1970年3月2日、NP、CB&Q、GN、SP&S が合併して、バーリントン・ノーザン鉄道となった。1904年、持ち株会社の統合が、反トラスト法の観点から禁止され、それ以前には1896年に、以後は1927年と1955年にも合併の話が出て、その都度指導が入ったが、今回は鉄道会社同士の合併が認定された。それだけ株式市場や世間に与える鉄道の影響力が相対的に低下したことの証左であろう。後、1996年にはアッチソン・トピカ&サンタフェ鉄道と合併し、BNSF 鉄道となり、現在に至っている。1949年、セントポールにあった NP 本社は6889マイルの線路網を運営していた。うち、幹線は2831マイル、支線は4057マイルであり、7つの区域に分けられていた。本部はミネソタ州、ダルース。幹線はダルースウィスコンシン州、アッシュランド、ダルースミネソタ州、ステープルス、ダルースミネソタ州、ホワイトベアレーク、計356マイル。支線は274マイル。合計631マイル本部は、ミネソタ州、ミネアポリス。幹線は、セントポール、ステープルス、セントポール、ホワイトベアレーク、ステープルミネソタ州、ディルワース、計310マイル。支線は599マイル。合計909マイル。本部は、ノースダコタ州、ファーゴ。幹線は、ディルワース、ノースダコタ州マンダンの216マイル。支線は951マイル。合計1167マイル。本部はモンタナ州グレンダイブ。幹線はマンダンミネソタ州ビリングスモンタナ州リビングストンの計546マイル。支線は328マイル。合計875マイル。本部はモンタナ州ミズーラ。幹線はリビングストンモンタナ州ヘレナムラン峠モンタナ州パラダイス。モンタナ州ロガンモンタナ州ブッテホームステーク、峠モンタナ州、ガリソンの計563マイル。支線は330マイル。合計892マイル。リビングストンの修理工場がある。本部はワシントン州スポケーン。幹線はパラダイスワシントン州パスコワシントン州ヤキマの466マイル。支線は657マイル。合計1123マイル。本部はワシントン州タコマ。幹線はヤキマワシントン州オーバーン、シアトルワシントン州スーマス、シアトルパスコオレゴン州ポートランドの計373マイル。支線は661マイル。合計1034マイル。サウスタコマの修理工場がある。NP の旅客列車として有名なのがシカゴとシアトルの間を結んだノースコーストリミテッドである。途中、モンタナ州ビュートとホームステーク峠を経由した。1900年4月29日から運行を開始し、NP が BN となった後まで存在。アムトラックの発足にあたり、1971年4月30日に廃止となった。シカゴユニオン駅からセントポールまでの区間は、ミシシッピ川沿いの幹線を、CB&Q が運行した。ノースコーストリミテッドは NP の基幹列車であり、そのルートはルイス・クラーク体験隊の辿ったルートでもあった。NP の第2の大陸横断列車はアラスカであった。1952年11月16日にヘレナ・ムーラン峠経由のメインストリートに置き換えられた。この列車はアムトラックとなっても運行されているが、1970年4月12日発で最後となったブラックホークなき後は旧 CB&Q のルートを走るシアトル、セントポール間の列車となっている。NP はまたコーストプールトレインにも参加した。これはポートランドシアトル間を GN アップと共同運行するものであり、NP と GN のコーストプールトレインはアムトラック移行の際に運行を終了した。以下は BN に統合される以前に運行終了していた列車である。ありがとうございます。